皆さんこんにちは神の大いなる計画2章4節彼らに好きなように利用されなさいのフィオシンプの言葉を72ページから読んでいきますお手元に聖書をご用意ください私たちイエスを信じている者にイエスの大いなる計画は 何を意味するのでしょうか。答えはまことにもって明確ですイエスにとって十字架はケノシス人間としての権利と威厳を剥奪され人間らしさを完全に捨てさせられることであったならば私たちにも全く同様なのです もちろん私たちの理性はこうした道筋を進むことに反逆します自分を無にするとは屈辱にまみれることにほかならずこうした信念は自己充足自己権力の拡大こそが史上歌手とされるこの世の尺度からすれば愚挙の一言で片付けられます パオロはそれをわきまえた上でこう書きました。兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに、優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら、私はあなた方の間で、イエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外。 何も知るまいと心に決めていたからですそちらに行った時私は衰弱していて恐れに取りつかれひどく不安でした私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず霊と力の証明によるものでしたそれはあなた方の知恵によってではなく神の 力によって信じるようになるためでした「コリント2章1節から3節今日多くの説教師宣教師は気安く十字架を担ぎましょう」と呼びかけます実際にどれほどの難儀を引き受けることになるのかを知らずに口走りますイエスの言葉毎日自分の十字架を背負って 私に従うのでなければ私の弟子ではないを私もまた口にする時十字架の真実は一層力強く私たちの中に感じられてくるのです言い換えればこうなります毎日彼らに思う通りにあしらわれ 善意につけ込まれることを許さなければあなたは私の弟子ではない突き詰めれば「十字架はこうした革新のシンボルです」イエスが弟子たちに毎日十字架を担ぎなさいと呼びかける時イエスはすべてのクリスチャンに向かって言っています。 先進工業諸国のクリスチャンたち、発展途上諸国におけるクリスチャンたち高度の生活水準を享受する人貧乏な人全員にですでも生活水準が大幅に違う人たちに直面する肉体的痛みや困難が様々に相違する人たちに 一律に適用でできるのでしょうか答えは十字架についてより重要な2番目の要素地辱思う通りにあしらわれ善意につけ込まれるのを許すことにありますこの側面では第一世界でも第三世界でも 十字架を担ぐ機会は同等に恵まれますから思う通りにあしらわれ善意につけ込まれるに関して十字架を担ぐことを最も実際に役に立つように表現したのはイエスの言葉「7の70倍許しなさい」です。このように、 許すこととが可能なるには尊厳人権を無にする覚悟自尊心自負心を捨て去る決意に立たなければできたものではありませんつまり好きなように利用されるこの覚悟はなければことは始まりませんペトロは行くたび人を 許さねばなりませんかとイエスに尋ねました7階で十分ではないでしょうか7階でもすでに相当好きなように利用されるのではないですかと聞きましたそれに対してイエスは断固と主張しましたあなたは自分を無にするにあたりその程度に 制限をつけけてはいけません7の70倍許しなさい。とイエスは手を変え品を変えてこの点を強調しました誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさいマタイ5章39節イエスは文字通り方を殴打されるような 現実離れした人間体験について語ってはいません日常生活における身の処し方のことを言っていますイエスの弟子になりたいクリスチャンでいたいと望む者に実際のところ何が求められているのかを享受したのですイエスは弟子たちに毎日十字架を担ぎなさい と教えたのでありその真意は「思う通りにあしらわれ善意につけ込まれるのを許しなさい」にあったのです説教は続きます下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい誰かが1ミリオン行くように強いるならそのこと自体不正義です どういうわけで私に1ミリオンあるけど強いるのか一緒に2ミリオン行きなさい。マタイ五章40節から41節この2例はイエスの選び取った道を弟子として従うのであれば,あれば自分の十字架を毎日担ぎなさい。 との招きに答えなさいと述べているのですもちろんこの世の考え方からすれば狂気の沙汰ですこの世の哲学は解きます他者を踏み台にしてでもまず自分の利益が確保されるようにとイエスはまず 隣人のことを優先しなさい敵のことであってもまず考えなさいそこには隣人と敵の区別がつけられていないようですイエスが引用した旧約聖書の文言「自分のように隣人を愛しなさい」「しかし敵は憎みなさい」とは 異なりますイエスは「隣人を愛しまた敵も愛しなさい」。マタイ5章節節から48節イエスの思いを思いとしなさいというこうした要請は無理難題人の理性力では取り組めません。 イエスの霊、聖霊の力あふれる見出しがあればどうということはないのです幾千幾万もの聖人パオロフランシスコザビエルテレーサなどたちの生涯がイエスの教えは絵空事ではないことを示しています彼らは誰もがひとたび 信仰において再生し、精霊に満たされ手らというもの私の首利きは追いやすく私の荷は軽いマタイ11章3十節ことを体験しました彼らは狭い道から入りイエスの弟子としての道を極めたのでした 最後まで見ていただき、ありがとうございました。次回は、戦い続けるイエスを読んでいきます。では、次回まで。